突然ですがお待たせいたしました。まもなく到着いたします。何が到着するかと言いますと、なんとなくわかりますかね。今ちょっと僕が来ていますけれども、そうです、Hey guys! Thank you for watching my video. This is Sekirai. You're welcome to speak in. 皆さん、こんにちは。英語車掌のセキライです。いきなりですか。お待たせいたしました。まもなく到着いたします。何が到着するかと言いますと、じゃじゃん、じゃん、これです。できました、ついに。もうこれ、作るにあたってですね、もう今までずっとパソコンの前でずっとバカ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 いろいろ文章を打ち込んでたわけなんですけれども、このようにですね、本として一つの形になるとやっぱり嬉しいですね。今まではこのパソコンの画面上でですね、何百ページというふうにですね、この原稿を見ていたんですけれども、まあ、実際にですね、この出版社の方といろいろこの原稿のやり取りとかもですね、まあ、ゲラと呼ばれていて、その A4 用紙ですね、この原稿がプリントアウトされたものをですね、印刷して、そこでですね、誤字脱字だとか言い回し、ちょっとこういう本にした方がいいんじゃないかななんていうことをですね、チェックしたりとかして、何回か送ったり送り返してもらったりしてですね、まあいろいろとそういったものをチェックしてきたんですけれども、やっぱりですね、このように一冊のちゃんとした本にこうなるとですね、やっぱり嬉しいですね。こういった本ってですね、もうただ出るだけじゃなくてですね、国会の図書館にですね、永久的に置かれるわけですよ。まあ、1冊目のですね、社内アナウンスに革命を起こした英語車掌の英語勉強法も置かれているわけなんですけども、またさらにですね、もう1冊そちらの国会の図書館の方に置いていただく本が増えたということでですね、また1つの喜びが増えたということでですね、これがですね、まもなく3月12日ですね、全国の書店さんで発売となります。まあ、Amazon さんでは事前予約ということでですね、事前予約の購入者特典付きということでですね、もう販売開始をされているわけなんですけれども、予約開始ですね、されているわけなんですけれども、まあ、こちらはですね、Amazon で3月11日ですね、までに買っていただきますと、購入者特典ということで、僕からですね、未公開ファイルを送らさせていただきたいなと思っておりますので、ご了承お願いいたします。はい、まあこれですね、この本なんですけれども、この表紙、ちょっと質感がザラザラしてるんですけども、これがまた高級感があってですね、いい感じになっておりますね。これで帯分ですよね、このスーツさん、人気 YouTuber のスーツさんに書いていただきましたけれども、もうこのスーツさんのですね、この言葉なんですが、面白かったので一気に読了させていただきました。事故を起こさないために車掌さんは何を見ているのか、もし車内トラブルが起きたらどうする、鉄道ファンとしてたくさん勉強させていただきました。人気鉄道系 YouTuber スース氏大絶賛ということでですね、スースさんもこのようにこの本を原稿をお渡しして読んでいただいたんですけども、このような感想をいただきましたので、本当にですね、まあ、皆さん鉄道好きの方には読んでいただきたいなと思ってるんですけども、まあ本当にですね、鉄道好きの方もそうなんですが、いろいろ鉄道関係の本出ているんですけれども、まあ、今までになかった本だということでいろいろ言われておりまして、本当に新しい感じのですね、この鉄道の本となりますので、興味がある方はぜひ手に取っていただきたいなと思ってるんですけども、この本書の主な内容ということでですね、まあ、いろいろこの帯文とかにもこういうところにいろいろ書いてあるんですけども、ちょっとご紹介させていただきたいと思いますが、この本書の主な内容は通勤ラッシュ時のドア事情。僕車掌でしたからドア扱ってましたから、通勤ラッシュ時にはどのようなドア扱いをしているのかということをですね書いてあったりですとか、ダイヤ乱れ時の車掌判断、ダイヤ乱れが発生した時にはですね、車掌はどのような判断をしていたのか、また新幹線のシビアな感じですよね。新幹線超高速で走っておりますから、 0. 何ミリの世界でですね、補正が必要な場合があります。レールの歪みですとか、そういったものがですね、大事故につながってしまいますが、そのようなシビアな管理をしているということですね。そして先輩乗務員の一言だとかいろいろありますよね。やっぱり鉄道もドラマがありますから、その先輩だとか同僚だとか後輩だとかとですね、そのいろいろなこのドラマをですね、書いていたりですとか、あと乗務員の勤務体系ですよね。どのような勤務体系で動いているのかですとか、列車内で通話している方ですよね、電話とかで通話している方にどのようにしてですね、ご遠慮いただくかというようなこともですね、ノウハウ系も書いてありますね。車内で迷惑行為が発生したらということです。迷惑行為って分かりますかね。
まあ、例えば痴漢ですとか盗撮ですとか、まあ、そのようなトラブルですよね。そういったことの対処方法だとか、僕が実際に経験したこの事例をもとにしてですね、ここでお伝えしております。で、車内で SOS、 乗客の神対応とか、いろいろとですね、こうやって SOS もありますよね。急病の方が出てしまったりですとか、まあ、いろいろなトラブルがありますけど、そういった時にはですね、どのようなことで対応していくのかということがこの中で全て書かれております。はい、まあ、このページ数はですね、この最後のクエスチョンアンサーのところで、まあ、187ページということでですね、まあ、約200ページぐらいあるんですけれども、まあ、このような本でですね、まあ、スーツさんからお話しいただいたのはもうすぐ一気に読了させていただきましたということで、本当に興味がある方はですね、1日で読めちゃうんじゃないかななんて思っております。ね、やっぱりこういったところがすごい、作りもそうなんですけれども、やっぱプロの点にかかるとですね、すごいかっこいい仕上がりになっていてですね、僕の A4 用紙に書かれた原稿がここまでかっこよく、はい、仕上げていただいて本当に感謝しております。ここはですね、1ページ、この表のこの表紙をですね、めくるとですね、こちらのところに文字が書いてあるんですけども、これをちょっと読ませていただきたいと思うんですけども、これがちょっと面白いんですよ。高崎線は通勤時間帯に身動きが取れないほど混み合う。ある日僕が担当している列車でも、その211系の SOS ボタンが扱われたのだ。中略。数ヶ月後、やはり同じような状況で SOS ボタンが扱われた。ある程度僕の中でそのセリフが固まってきていたので、現場に向かう前にそのアナウンスをしてみたのだ。するとどうだろうか。このアナウンスをしたことによって、満員電車の中央通路が一人通れる幅だけ一気に開いたのだ。この光景はまるで神話のモーゼの海のような光景だ。はい、これはですね、僕が実際に車掌していた時に車内で急病の方が現れたんですよね。で、その方の救護に行くために車内に入ろうと思ったんですが、もうすごい満員電車で、もう身動きが取れないぐらいなんですよ。でもやっぱりその現場に行かなくてはいけないということで、僕があるアナウンスをしたことによってですね、乗客の皆さんが協力してくださってですね、真ん中の通路がもう僕一人が通れるだけのですね、隙間を開けてくださったんですね。それがまるでモーゼっていうか、でそのような光景に見えたということで書かれているんですけども、それもですね、この中に書かれておるので、もしよかったらですね、見ていただけたら嬉しいななんて思っております。はい、ということでですね、この乗務員室から見た JR、 この本なんですけれども、3月12日まもなく発売となります。はい、Amazon ではもう予約開始をしております。そしてですね、3月31日ですね、でこちらですけれども、東京駅八重洲ブックセンター本店さんより夜7時から8時半までトークライブとですね、サイン会を開催していきたいと思います。もしご都合がつく方はですね、こちらまで足を運んでいただけましたら、こちらのサイン本を手にすることができますので、もしよかったら足を運んでみてください。こちらのですね、本をですね、当日八重洲ブックセンターさんでご購入してくださった方限定となりますので、ご了承お願いいたします。このイベントでですね、当日で買っていただいて、その場で僕がサインをするということになりますので、ご了承お願いいたします。他の書店さんからお買い求めいただいて持ってきましたということはですね、ちょっと申し訳ないんですけれども、八重洲ブックセンターさんの本のみということでやらせていただきますので、ご了承お願いいたします。はい、ということでですね、今回はこの本がいよいよこの形となりましたということでですね、僕も本当に嬉しいです。はい、一生懸命書いた本がですね、この形になりましたので、皆様にお届けしたいななんて思っております。このような英語車掌チャンネルでは、英語に関わること、そして鉄道に関わることをシェアしておりますので、もしご興味がある方はですね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。そしてですね、この横にありますベルマークをポチッと押していただきますと、僕が動画をアップするたびに皆様の方に通知が届きますので、もしよかったらこちらもポチッと押してください。また YouTube の動画まではいかないんですけれども、何か思いついたといった時にですね、 Twitter で発信しておりますから、こちらの Twitter もフォローしていただきますと嬉しいです。ということで、またお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイ。